カトリック・ロワは、カナダのプロアイスホッケー選手で、ポジションはゴーリーである。NHL 史上で最多試合出場、最多勝利数記録を更新、エクスパンション時代で最高のゴーリーと評価されることが多い。ケベック州ケベックシティ生まれのアイルランド系移民。ロワは、モントリオール・カナディアンズから NHL 人生をスタートさせ、 ここで1984年から1995年までプレーした。その後2003年の引退までコロラドアバランチで選手生活を送った。スタンデーカップ優勝経験、カナディアンズとアバランチで2度ずつ合計4度経験している。また、これと並んでコーンスマイス賞も3度獲得している。ロアに関してよく知られた逸話としては、青や赤のライン上を スケートで横切ることがないとか、試合ごとに子供の名前をスティックに書くだとか、シャットアウトを決めた試合に使用したパックはシーズン終了までロッカーにしまっておくなどがある。また、試合中にゴールポストに話しかけることでも知られている。また、ロアの自負心の強さは有名である。かつて、ジェレミー・ローニックがパトリック・ロアから3点を取った後のインタビューで、この第三試合、パトリックは どこで何してたんだろうか知りたいもんだね。多分時に来ると、ロアも負けじと、ジェレミーが何を言ったかよく聞こえなかったよ。だって、僕は耳を、スタンレーカップ優勝記念のリングで戦をしていたからね。と応じた。ロアは、シュートをセーブすると、グラブを頭上に持ち上げて、まるで自由の女神のようなポーズを取ることがあった。2002年、セーブカンファランス決勝の第6試合で、ロアは、 自身がパックを掴んでいると誤信し、このポーズをとっている間に、ブレンダン・シャナハンに特典されたこともあった。これらの出来事にもかかわらず、ロアの卓抜さは、数々の受賞歴が示している。1989年、1990年、1992年には、ベジーナ賞、1987年、1988年、1989年、 1992年、2002年には、ウィリアム・エム・ジェニングス賞をそれぞれ受賞している。さらに、完封勝利数では、リーグ1位、平均失点率でも2度のリーグトップを記録している。オールスターでは、第1チームで3回、第2チームで2回、通算8回の出場を果たしている。1990年6月9日、ミシェル・ピューゼと結婚し3人の子供を設けた。 2003年10月28日、コロラドア・バランチは、ロアの背番号33を永久欠番とした。2006年に、ホッケーの殿堂入りを果たした。2008年11月22日、モントリオール、カナディアンズも33を永久欠番とした。ありがとうございます。